民衆の前に現れたキリスト神玄祭りの壁外コンブルガリア聖教会での神玄祭りの一場面。川や湖で聖水式が行われた後、聖水となった水の中に入る習慣が世界各地の聖教会にある。イース・ハリストスの洗礼によって水が聖清視されたことを記憶する。ボルガ川での神玄祭りの一場面。氷の十字架が用意されているが、 同様の習慣は世界各地の聖教会にある。神元祭りは、ギリシャ語の原義は、神が人類に現れる祭りで、東方教会の聖教会での12大祭りの一つの名称。西方教会では宗派により、高原祭、権玄祭などと呼ばれる。祭日は1月6日。古来、いろいろな宗教で神は様々な形で人間に現れている。 ギリシャ神話では、テオファーニアには、出身、ゼウスの息子が冬に暮らしていた、理想郷、ヒュペルボレオスから、毎年春に戻り、デルポイで、神々の像が展示された。こうした状況は、その後のローマ神話でも繰り返されている。ユダヤ教の聖書、棚派では、唯一の神が様々な場面で人類へ現れている。神は、アダムとイブを作り、モーゼに現れて、 十回を授け、預言者イザヤなどを通して、人々に語りかけた。ユダヤ教を様々な意味で受け継いだキリスト教では、ギリシャ教父の一人で、聖書学者のエウセビオスは、神の現れについて、で、イエスの受肉について論じている。イースハリストスの洗礼を記憶することから、主の洗礼祭とも呼ばれる。祭日は1月6日、イースス・ハリストスの洗礼と、 イタリ製三者の権限を祝う。後者の意義は、主の洗礼の際に、天から神父の声が聞こえ、精神がドバトの形で下ったという福音書の記述による、4世紀に、西方教会に伝わり、現在の高原祭となったが、西方教会では、主の洗礼の意味は失われ、東方の博士の来訪が記念の中心となり、違法人に対する主の権限として祝われるように、 なった。この祭りで記憶される内容として一家が挙げられる。聖書の箇所は以下の通りである。大聖水式でタンクの水を正規よしする、モスクワ総主教アレクシー二世人元祭に大聖水式を行う習慣がある。聖堂内もしくは屋外に用意されたタンクに水を満たし、水の中に十字架を浸して十字を描き、水の聖気よしを行うものである。こうして、 聖清しされた水は、聖水と呼ばれ、信徒たちに分け与えられる。新品が手近な水辺に赴き、同様の大聖水式を行うこともある。神玄祭以外の日にも聖水が不足してきた際に、適に行われるものとして、小聖水式があるが、大聖水式は神玄祭りでのみ行われるものである。神玄を記憶する制度を、修道院も数多く存在する。 西方教会のカトリックとそれから派生したプロテスタントでは一般に違法人である東方のサン博士に救い主イエスが現れた日として祝い、祭日は1月6日。プロテスタント諸教会では1月6日に権限日、主権日などと呼んで違法人である東方のサン博士に救い主イエスが現れた日として祝う。プロテスタント福音派のロン・ローズなどは旧約聖書に しばしば現れる天使は、受肉前のイエスであると説明している。ヒンドゥー教では、ビシュヌ人の現れを、アバターラ、すなわち、化身、根源と呼んでいる。ビシュヌの最も人気あるアバターラは、クリシュナである。ありがとうございます。